ハッチバック。ハッチバックとは、自動車の分類の一種である。ボンネット付きの車種のうち、全長が短い、あるいは車高が低いなどの理由で、トランクや、車室の容積が小さくなりがちな車種において、大きい荷物や、長物の積み下ろしを楽にし、自動車の利便性、ユーティリティを少しでも高めるための手段として、跳ね上げ式、または横開き式のバックドア、 背面ドアを設けた車種である。このように、後部ハッチがドアの扱いになるため、左右のドアが2枚のハッチバックの場合、バックドアで3ドア、4枚の場合は5ドアと呼ばれる。ヒンジがほぼ垂直である、通常の乗降用ドア、フロントドアリアドアに対し、跳ね上げ式では水平、横開き式でも寝かされた角度となることから、これを船などの ハッチに見立てたことに気する呼び名である。バックドア自体の角度は、スタイリングや実用性との兼ね合いで、寝かされたものから垂直に近いものまで多数ある。また、簡易なものでは、リアウィンドウのみを跳ね上げ式とした、ガラスハッチも存在する。スタイルよりも積載性や、利便性が重視される、バン、ボンネットバンや、ステーションワゴンは、古くからバックドアが設けられているが、 ハッチバックを、車体の構造や部分ではなく、カテゴリー、車両形式として用いる場合は、これらを含めず、大衆車や、スポーツカースポーティーカーで、バックドアを持つものを指す。独立したトランクを持つ車種とは異なり、過失と車室を隔てる仕切り兵器、バルカヘッドを持たず、大きな荷物を積む場合には、バンのように使用することができるように、パーセルシェルフが取り外せ、 後部座席が折りたためるようになっているものがほとんどで、ある。高級車にも、バックドアを与えるフランス車には、シトロエン XM のように、きちんとした、パーセルシェルフに加え、外気や、騒音の侵入を防ぐ、跳ね上げ式のインナーウィンドウを備えるものもある。多くのクーペ、特に1970年代から1980年代の、スポーティーカーにおいて、バックドアを設ける車種が増加したが、 スポーツカーでは合成低下や重量増を嫌い、これを採用しないものもあった。ファミリー向けのハッチバック車を元にしながら、高出力のエンジンやスポーツドライビングに適したギア比のトランスミッションと足回りを組み合わせた車種、ホットモデルを特にホットハチと呼ぶことがある。競技ではバックドアを持つ C セグメント以下のサイズの大衆車で、日本では 機械式駐車場に駐車可能な高さである 1550mm 未満の2ボックス型乗用車のことを指す。2ボックススタイルでも BMC ミニやホンダ N360、初代ホンダライフなどのようにトランクのみでバックドアを持たないサルーン、セダンや三菱、コルト800や初代シビック、初代パルサーなどのように トランク付きセダンとハッチバックが全く同じシルエットの例もあるため、全高の低い大衆にボックス車のすべてがハッチバック車出るわけではない。講義ではファストバックノッチバックセミノッチバックにおいてバックドアを持つ乗用車も含まれる。なお、日本では全高が 1550mm を超えるものをトールワゴンと呼んでいる。自動車メーカーでは 利便性やアクティビティをアピールする場合には、ハッチバックの故障を全面に押し出すが、高級感や性能面でデメリットを感じさせる場合には控える傾向がある。商品名としては、リフトバック、トヨタオープンバック、日産スポーツバック、アウディ、三菱など、メーカー固有の商標もある。ハッチバック車は、 低コストで機能を追求するベーシックな大衆車がほとんどであるが同時に小型で軽量なことから高出力エンジンと固められたサスペンションスプリングとショックアブソーバーを与えることでより上級、高額のスポーツモデルに匹敵する性能を得ることも可能でありこれらのモデルは特にホットハッチと呼ばれる外観上ファストバック、ノッチバック、サンボックス ごく短いリアデッキを持つセミノッチバック2.5ボックスなどを単にセダンとしハッチバックと呼ばないこともある。セダンチバックセダンも参照。これらは主に過失用石への要求が厳しい。欧州向けに多く見られ、使い勝手は維持しつつ、高級感を損ないたくない C セグメント以上に例が多い。フォルクスワーゲン、フィアとアルファロミオはプラットフォームを共用としながら、 サンボックスのノッチバックボディに別の社名を与え、やや上の車格として販売している。クーペでもハッチバックの名を関さないものが多い。軽自動車においては、乗用車5ナンバーの軽自動車を、軽ボンネット版4ナンバー特別するため、メーカーがセダンと名付ける場合がある。ハッチバックの元祖は、1961年発表のルノー4キャトルであると言われているが、 その方がは1938年のシトルエントラクシオンアバンカマーシアルにまで遡る。世界的にはジョルジェット・ジュージアーロのデザインによる初代フォルクスワーゲンゴルフ1974年が成功して広まった形態である。日本においては1966年、昭和41年のトヨタコロナゴドアが最初だが、まだ当時は 業務用のバンと勘違いされるほどこうした車への認知度がなかった。その後1970年代中盤になって、トゥタカローラ、スプリンターリフトバックやホンダシビックなどによりようやく一般化した。現在では小型自動車、コンパクトカーや軽自動車では、その実用性から最も一般的な形となっている。日本ではかつて重量、合成、燃費、 価格の面で有利な3ドアが主流であったが、次第に使い勝手に勝る5ドアが主流となり、特に、日本使用者においてはごく一部の限定車を除き、3ドアは激減している。2018年、平成30年1月現在の時点で新車で、購入可能な軽自動車においては、ミラバンとその OEM のスバルプレオ版だけが3、ドアハッチバック専用となっていたが、同年3月末までに終売となった。 そもそも K ハッチバックは、アルトアルトラパンミラミラココアミライースとそれらの OEM しかない。2019年9月現在、現行販売車種に限る。現行発売車種以外については、お参照。インは、日本国外市場選売車種。星印は、軽自動車。インは、ハッチバックセダン、ハッチバックサルーン扱いの車種。インは、ハッチバッククーペ扱いの車種。 インは近日発売が予定されている車種。印は日本メーカーによる国外生産、国内販売車種。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。